中村信也は日本棋院関西総本部に所属する囲碁騎士。九段、大阪府出身、山下純元七段門下。娘に囲碁騎士の中村すみれ初段。門下に大橋聖成七段、田島慎吾六段、村松大輝六段。1973年4月10日、大阪府に生まれる。アマチュア講談社の父からの指導も受け。 二つ年上の兄についていく形で、小学三年生の時に、日本棋院関西総本部の院生となる。五年生の時に、石井国夫九段から、山下純元七段を紹介されて仕入り。高校には進学せず院生として、研鑽を重ね、1991年4月、17歳で入団を果たす。1996年、 第21回新人王戦で決勝戦に進出するも、高尾新時に0勝2敗で敗れ、初タイトル獲得を逃す。1998年、第13期 NEC 春栄囲語トーナメント戦では決勝戦で、溝上長屋に勝利、自身初タイトルを獲得する。2002年4月、日本棋院東京本院に移籍。2006年には国内予選を制し、 日本代表4名のうちの一人として富士通杯の出場権を獲得。第48期王座戦でも本戦入りするなど躍進し、年間成績33勝8敗で機動賞勝率第一位賞を受賞した。翌2007年4月の富士通杯では、1回戦は南米代表のアマチュア騎士に勝利したものの、次戦は中国代表の周鶴用に敗退。 二回戦敗退に終わる。同年、囲碁インストラクターとして活動していた、石井茜の姉と結婚。2008年4月に、日本棋院関西総本部に再度移籍する。2009年3月に、長女の中村すみれを授かる。日本棋院の中村シニア紹介ページ。ありがとうございます。